ペレーターより 9S へ、レジスタンスリーダーより指定のあった場所の座標データを転送します。さすがオペレーターさん、仕事が早いですね。無駄口を叩いていると不必要にエネルギー消費されます。作戦行動に関係のない発言は控えてください。はーい。データにあったかな。点検発見しました。よし、行くぞ。機械生命体に変更だ。うわ、なんか言ってる。
ああ、君たちが夜波か。話は聞いてるよ。この先の岩場で仲間が待ってるから、そっちに向かってくれ。ただ、砂漠地帯には補給する場所がない。何か必要だったら、ここで交換していった方がいいな。何か交換していくかい？人類会議の放送はいつも堅苦しいですね。報告、アクセスポイントからメール受信の連絡。
リーダーから話は聞いてるよ。私の名前はジャッカス。よろしく。砂漠の機械どもを退治してくれるって？じゃあ封鎖している入り口を開けなきゃね。ええ、でもどうしてこんな変な場所にいるんですか？ああ、これはね、巻き込まれたら危ないよね。あんまり無理しないようにね。封鎖しているゲートを爆発で開けるなんて乱暴な人ですね。砂で滑りますね。敵の反応が近づきました。気をつけましょう。機械生命体が言葉を。こういう個体も増えたってレジスタンスの人が言ってましたね。どうして最近になって増えたんだろう。生命体にも怖いっていう感情があるんでしょうか。なんで余計なものを身につけてるんだ。昔人間が着ていたものに感じが似ていますね。データで見たことがある。そういえば顔のポイントも共同体特有の化粧みたいだ。
やだよ、怖いよ。ゲッデ、助けて。トゥビ、奴らの言葉に意味はありません。ランダムで単語を発生しているだけです。大体、助けてって言いながら攻撃するなんて矛盾してるし。そうだね。あっちの岩場に逃げましたよ。ターゲット、個体識別信号をマーク。遠い昔、山が噴火しました。噴火の火の中から神様が現れました。神様は機械たちにこう言いました。意識を、痛みを、喜びを、悲しみを、怒りを、羞恥を、孤独を、未来を、生きる意味を。あれは怪盗、人類の住居だったエリアの廃墟、鉄骨とコンクリートでできた高層建築に大勢で居住し、マンモス団地などと呼ばれていた。わざわざ大勢で集まって住むなんて。昔も、あれ、前に戦ったロボットだよね。推奨、破壊、あの個体は放っておくには危険と判断。了解。
様って他にもいるのか。旧世界の情報だな。ターゲットを視認しました。追いかけましょう。こんにちは。ごきげんよう。いい天気。今日は。Thank you.
けろ。あ、間違えた。どういう基準で言葉を選んでるんだろう。アンドロイドたちの死体。推測、当地域に生息する機械生命体による。なんでこんな場所に。理由不明。まるで集められているような感じですね。あそこに逃げ込んでます。しつこい。逃げる逃げる逃げなきゃ。この先に多数の機械生命体反応を確認。でもこのアンドロイドの死体は一体。注意して進もう。真似しているだけだよ。破壊しましょう。おっぱい好き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 。違う、こいつ機械生命体です。
さあな、余計たま、マジ。トゥービー、あいつ進化してる。一気に蹴りよって。増えるなんて。ズビー、脱出しないと。ズビー、あの横穴から逃げられそうです。ここまで来たら大丈夫そうですね。一体あの機械生命体は。これまでに見たことのないタイプでした。後で司令部に報告しましょう。司令部に連絡するために通信状況のいいエリアに移動しましょう。司令部との通信できるようになりました。 9S からバンカーへ応答をお願いします。オペレーターより 9S 受信しました。先ほど人型、つまりアンドロイドに似た質感を持つ機械生命体と遭遇しました。残念ながら取り逃しましたが、その時の光線データを転送させてもらいます。了解しました。転送を開始します。それじゃあ分析の方よろしくお願いしますね。